今日しばらくの間、神様の言葉から一緒に考えていきたいと思います。まず、今日の聖書の箇所を英語で一回読んで、それで話の中で何とか日本語のところも読みます。I'm going to be reading today from the first chapter of Colossians. If you have your Bible with you, you can turn to the first chapter of Colossians, beginning with verse 11 and reading to verse 20. Colossians chapter 1, verses 11 to 20.日本語の聖書ではコロサイ人への手紙一章の一節から二十節です。Be strengthened with all power according to his glorious might, so that you may have great endurance and patience. And give joyful thanks to the Father.Who has qualified you to share in the inheritance of his people in the kingdom of light? For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves, in whom we have redemption and forgiveness of sins. The Son.Is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. And he is the head of the body.The church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that everything he might have in supremacy. For God was pleased to have all his fullness dwell in him, and through him to reconcile himself to all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. The word of the Lord.この教会に初めて来られた人はどんな印象を受けるでしょうかね。皆さんも初めて来た時覚えてます？ Do you remember the first time you came to this church? どんな印象だったかね。まあ皆さん一人一人はどういう気持ちで初めてここに来られたか分かりませんけど、その初めて来る人がもしもちょっと想像してみてください。その人はクリスチャンではありません。またその人は日本人です。まあ男性にしましょう。30代、40代、ロニボキと同じぐらいかな。そういう人が来た。その人が初めてこの教会を来た時に何て思うでしょうかね。What would be the first impression for someone who came here?驚くでしょうね。で、いろいろ聞きたくなるでしょうね。多分一番聞きたいのは、なんでこんなにうるさいところなのって。Why is it so noisy? そう聞くんじゃないかね。なんでみんな大声で歌ってるの？なんでみんな立ってこう手を叩いて足を叩いて歌ってるの？なんで音楽のボリュームがこんなに高く上げてあるの？こう聞くかもしれないね。で、これを答えようとすると、もしかしたらね、ちょっとあんまり良くない答えが先に出ちゃうかもしれない。あ、フィリピンの人ってそうなんだよって。フィリピンの人はいつも笑ってていつも嬉しくて、なんかそれがみんな集まるとますますすごいことになるんだよって。I don't think that's a very good answer. あんまりいい答えじゃないですよ。あんまり人をね、国籍でこうだああだっていうのはよくないです。日本人にもいろんな人がいる。アメリカ人もいろんな人がいる。フィリピン人もいろんな人がいる。いや、もっとね、
正しい答えがあるんです。The real answer。それはね、教会でみんなお祝いをしてるの。It's a celebration。お祝いをしてるんですよ。だから大きな声を、だから手を叩く、だから大きな音がする、だからみんなこうぴょんぴょん跳ねたりもする。It's a celebration。例えばね、自分が大好きなこうスポーツのチームがなんか優勝するでしょ、同じなんだね、わーってもうみんな騒ぐわけですよ。オリンピックの時もそうだけど、それだけじゃない、もう野球でもサッカーでも何でもそうなんですよ、うん、多くの人が一斉に喜ぶとお祝いをする。そうするとね、ものすごい雰囲気になる、盛り上がる、うるさくなる。それが自然なの。じゃあ次に聞くのは、教会で何をお祝いしてるのでしょ。 Well then what are they celebrating at church? 一言で答えられる。 One word、ね、皆さん分かってるでしょ。その手を叩いたり大きな声で歌ったり踊ったりするのは何をお祝いしているの？ジーズス、ジーズス、イエス様をお祝いしている。それだけの、私たちがここで歌う全ての歌はイエス様についている歌なんですよ。私たちが手を叩いても大きな声を出しても、それはイエス様のことをお祝いしているから。そうする。だから日本語で礼拝っていう言葉使う、英語で worship っていうでしょ。その意味はイエス様をお祝いすること。 To celebrate Jesus。 じゃあ次の質問は、なぜ Why? イエス様のどこがそんなに素晴らしいの？なんでイエス様のことを毎週毎週お祝いするの？みんないろんなところから集まってきては、もうわざと他のことをしないでここに来てお祝いするよね。どうして？うん、その答えはね、聖書に書いてあるんです。私たちがイエス様について知っていることの全ては聖書に書いてあるんです。聖書にイエス様がどういうお方なのか書いてあるんです。だから今日はその答えがたくさん書いてあるところを読みました。コロサイ人への手紙一章のところを読んだんです。これはパウロという人が書いたんですね。パウロ、the first preacher, the first missionary。 パウロが多くの教会を作り上げた人なんです。で、彼は旅に出ていろんなところを回っていろんなところで教会を始められた。で、後に彼はなんと逮捕されるんです。He was put in prison. イエス様のことを人々にいつも言ってるから。だけど彼がその獄中にいる時も必死にその教会、多くの教会をサポートして手紙を書くんですよ、彼らに。その手紙でその教会を励ます、その教会をこう指導する、その教会にいろんなことを教える、時にその教会を正す、叱ることもある。パウロは手紙を持って多くの教会をサポートしていくんですね。で、聖書の中にその手紙が残ってるんですよ。なぜかというと、その手紙を受け取った教会はそれを大事に大事に取っておいて、次の世代に渡して、それが紙が古くなったら、当時はね、コピー機もスキャナーもないから、みんなこう手書きで一字一句全部こう丸写しでコピーをしていくんです。だから今2000年経っても私たちはこの聖書の中にその手紙を読むことができるんです。今日私たちが読んでいるこのコロサイ人の手紙をパウロがコロサイという町にある教会に書いた手紙なんです。 This letter was written to the Christians in the city of Colossae by Paul。 これを読んでいくと、
なぜ私たちがイエス様をお祝いするのかっていうのはね、よくわかると思うんです。まず今日読んだ箇所の途中から読みたいんですけど、15節のところ、looking at verse 15。巫女は、巫女っていうのはイエス様のことね。巫女は見えない神の形である。Use the image of the invisible God. いや、神様を信じるのはなぜ難しいかというと、見えないからなんですで。見えるものってまだ信じられるよね。時々自分の目で見ても信じがたいことってある。うちの子供が初めて学校でこの成績表を持って帰ってきたら全部がいい成績になったとき、僕信じられなかった。自分の目で見てもこれ誰の子って思うような、私と妻が目が合ってね、って感じでびっくりしたんだけど、まだ見えるから信じられる。だけど見えないものってなかなか信じられないですよね。だって証拠がないんだもん。確認することはできない。It's hard to believe in something that's invisible. You can't see it. There's no proof. There's no way to confirm it. だけど、神様は自分の御子イエスをこの地上に送ったことによって、人々はそのイエスを見たときに神様の姿が見えた。They could see the image of God in Jesus.偶像とは違うんですよ。It's not an idol. なんかこう神様に似たような形に作られているものじゃない。本当にそこにイエス様という人には神様の姿がそこにあるんです。そう、それを見た人たちはそれを自分の目で見て体験して、それを自分の子供に伝えた。また次の世代に伝えた。次の世代に伝えた。それがずっと2000年も続いて、今も私たちはそのイエス様のことを人々に伝えてるんですよ。それがずっと伝わってきた。だから私たちはイエス様をお祝いする一つ目の理由は、そこに神様の姿が見えるからなんです。That's the first reason we celebrate Jesus, because we see the image of the invisible.In Jesus. 次にパウロはこの地球とか全世界の創造の話をする。 Paul talks about creation next. 15節の、今読んだ15節の後半から、読みますと、 reading from the second half of verse 15、 作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるものは地にあるもの、そして見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られた、御子のために作られたものです。Verse 17. 御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。So verse 15 through 17 talks about creation and that Jesus is at the center of creation. 全ての中心にイエス様がいる。イエス様によって全てが作られた。そしてイエス様のために全てが作られた。多くの人はね、この地球がどうやって生まれたかって議論するのが好きなんですよね。People like to debate about the origins of the earth, how it came into being. 私、ああいう議論あまり好きじゃない。どうでもいいと思ってるんです。というのは、神様がやったことであるっていうのははっきりしてれば、あとは僕はあんまり議論しなくてもいいと思うんです。As long as we know that God is the author of creation.I'm not so interested in arguing about the details of how it happened. So, 神様がこのイエスを通して全てを作られた。
だから私たちの見えるものすべて、あるいは見えないものの中にも中心にあるのはイエス様。パウロはそのことを教会の人たちに言って、だから私たちはイエス様をお祝いするんだ。That's another reason why we celebrate Jesus. Because he's at the center of all creation. 三つ目にパウロはイエス様と教会の話をするんです。Next, Paul talks about Jesus and the church.18節を見ますと、また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり死者の、巫女は初めであり死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身が全てのことにおいて第一のものとなられたのです。 Jesus is the head of the church. キリストの体である教会の頭、その一番上にいるのがイエス様なんです。ね、教会の一番上にいる人はごめんなさい、牧師じゃないんです。ローマのバチカンにいるポープフランシスでもないんです。 No. 教会の上にいる人はイエス様。イエス様が教会のボス、イエス様が教会の主、イエス様が教会の一番上にいる人なんです。だからイエスは私たちの主なんです。イエスは私たちの支配者なんです。イエスは私たちを救ってくださった人なんです。 Jesus is our Lord. Jesus is our MasterJesus is our Savior. That's worth celebrating, isn't it? 私たちはそれをも、それをも私たちはここで手を叩いて歌を歌って大きな音でお祝いするんです。最後になりますけど、パウロは神様のご計画について話すんです。Paul talks about God's plan for the world. 19節を見ますと、なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物を御子のために和解させてくださったからです。 So, God has a plan for this world.神様はこの地球のために、この世界のためにご計画を持っている。神様がこの全てをお作りになった時からその計画があったんです。だけど私たち人間はついていかないんですよね、神様の計画に。 We always rebel against God's plan. 聖書の一番最初にアダムとエヴァの話があるでしょ。Story of Adam and Eve. あの話は本当はね、あなたと私のことを言ってるんですよ。神様は私たちに素晴らしいものを与えてくださっているにもかかわらず、私たちはそれに背いてしまうんです。私たちは自分の方向を歩いてしまうんです。何でも美味しそうに見えたら食べちゃうんです。何でも良さそうに思ったらそれを手を出すんです。We take what we want. We eat what looks good. Adam and Eve is you and me. それによって私たち人間は神様が作ってくださった素晴らしいもののほとんどを壊してしまうんですね。だから世の中は大変なところになってるじゃないですか。私たちが神様の計画についていけないから。そこで神様は新しい計画を与えてくださった、イエス・キリストをこの世に送ってくださった、イエス・キリストによってその私たちが壊したもの、特に私たちと神様の関係を壊したその関係を和解させてくださる、直してくれる、それがイエス様。そう、神様は私たちを見て悲しくなるんです。 God is so sad when he looks at us.
Why? Why do they rebel? そこで自分の御子を送ってくださった。He sent his only son to reconcile us, to repair that relationship. Amen. それは大いにお祝いすべきことなんです。That is something to celebrate. Amen. So you see, lots of reasons to celebrate in the church. お祝いする理由はたくさんあるんです。イエス様をお祝いする理由がたくさんあるんです。大きな声を出してお祝いする理由だってたくさんあるんです。だけどね、みんな思ってるかもしれない。他の教会に行ったけど、そんなにうるさくなかったよって。You might be wondering, went to a different church, it wasn't so noisy, it wasn't so loud. Aren't they celebrating? その教会ってお祝いしてないの？人にはいろいろお祝いのスタイルがあるっていうことなんですよね。それはいいことなんですよ。私も若い時はお祝いすればもううるさかったよ。そうね。私と妻はもう結婚して長いことなんですけど、若かった頃は例えば2人で1年目とか2年目の結婚記念日をお祝いしようと思ったら、もしかしたら六本木のクラブにでも行っても朝まで踊りまくってもううるさい音楽を楽しみながら、そうしたかもしれない。今年の夏ね、私と妻結婚して30年になるんですよ。で、間違いなくお祝いはするけど、多分六本木には行かないと思うな。いや、今度私と妻がお祝いをするんだったら、多分どっか静かなところでろうそくでも立ててね、おいしい食事をして、おいしいワインでもちょっと飲んで、音楽をロマンチックに聴く、そんなお祝いをするんじゃないかなと思うんですね。それもお祝いですよ。間違いなくお祝いだけど、スタイルがいろいろあるって、それだけのことなんですよ。There's lots of different ways to celebrate.神様の体である教会にもいろんな人がいて、いろんなスタイルがあって、それがすごくいいことなんです。だって神様はいろんな人を作ってくださった。だから教会は全部同じだったらすっごいつまらないと思うよ。もう全部の教会が全く同じ歌を歌って全く同じような順番で礼拝をしてたらつまんないですよね。いや、そんなこと言っちゃ悪いけど、やっぱりバラエティがあるのがいいことなんですよ。いや、素晴らしいことなんです。私たちはお祝いをする。だけど最後になりますけど、先ほど牧師も言ってたように、時々私たちはなかなかお祝いをする気持ちにならない時ってありますね。Sometimes it's hard to celebrate. Things happen that make it hard to celebrate. 時々この眩しい明かりが消えてしまうことがあるんです。歌が聞こえなくなってしまうことがあるんですね。で、自分の心の中では笑えなくなってしまう。顔の笑顔が消えてしまう。そんな出来事があるんです。今まさにフィリピンという国ではそういう出来事が起こっているわけですよね。皆さんの中にもきっと知り合いとか親戚とかで影響された人がいるでしょう。本当に悲しいことです。あまりにも多くのものが失われた。 So many things were lost. もう家は流され、職場も流される、学校も流される、教会も流される、車も流される、人々も流される。そしてその人々は他人ではないです。誰かのお母さん、誰かのお父さんなんです。誰かの夫、誰かの妻、誰かの息子、誰かの娘なんです。本当に多くのものが失われているんです。この間なんかフェイスブックでこの教会に関係しているページにも書いてありましたね。その食べ物に困っている人が
食べ物を与えられるまではもう Facebook では No selfies and no food pics そう書いてあったよね。そうなの。悲しいことがあるときに私たちは何もなかったかのように普通に歩いていけることはできない。 We can't go on as usual when tragedies happen. It's impossible. もうこの日本でも2年半前に大変なことが起こりましたね。 3.11 の震災、いまだにこの日本は特に東北に行けば立ち直ってない。まだ大変な状況なんですよ。まだ自分の家に住んでない人たちが何千人も何万人もいるんです。そういう時、私たちのこの教会でのお祝いはどうなるの？ What happens to our celebration when horrible things happen? 止まりますか？終わっちゃう？ Does it stop? Does it end? No, it doesn't.本当は確かに私たちは心を静かにしてそのことを悲しみます。確かに私たちは必死になって神様にお祈りをします。助けてくださいと。そして確かに私たちは自分のできることを全力尽くしてやります。もう実際被災地に行ってボランティアとして手伝うか、あるいはそういうことをやってる人に献金をするか、あるいはそのために祈るか。 We do what we can。だけどね、お祝いは終わらないんですよ。止まらない。The celebration doesn't stop. Why? Why? なぜそんなことができるの？そこで、今日読んだところの最初の言葉に戻りたいんです。I want to return to the first part that we read today, verse 11. 11節にね、また神の栄光ある剣道に従い、あらゆる力を持って強くされて、忍耐と寛容を尽くし、また光の中にある生徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に喜びを持って感謝を捧げることができますように。This is Paul's prayer for the people in the church of Colossae and for you and for me. パウロはここで私たちのために祈っているんです。私たちが強められるように。なぜかというと、大変なことが起こるときには自分の力ではもうお祝いができないものになってしまうんですよ。本当にもう笑えなくなる。ありがとうって言えなくなる時はあるんです。自分の持ってるもの全てが失われたらどうやってお祝いしますか？ That's when we need to be strengthened. When we don't have the strength to celebrate. 私たちの力でもお祝いができなくなった時こそ神様からの力が必要。だからパウロはここで祈っているんです。神様の力があなたにも分けられますように、あなたが強められますように、神様あなたのそばに来てくださって、神様はご自分の力をあなたに分けてくださる。それによってあなたはどんなことがあっても耐えられる、忍耐ができる。 God will allow you to persevere any situationそこでなんとただ我慢するだけじゃないですよ。ここで書いてあるのは With joy、 神様に喜びを持って感謝し続けることができるように、そのために神様は私たちを強めてくださる。パウロはそう祈ってくださってるんです。そう、私は皆さんのためにも同じお祈りを捧げたいと思います。どうかあなた方が強められますように、神様の力によってあなた方一人一人が強められますように。そしてそれ以上に、今そのフィリピンで苦しみの真っ只中にいる多くの人々が強められますように祈ります。心から祈ります。どうか
一人でも多くの方がイエス・キリストに会ってお祝いする理由を見つけることができますように。My prayer is that you will be strengthened. And that the people who are in the midst of suffering will be strengthened by the strength of God. That they will find in Christ a reason to celebrate. A reason to celebrate no matter what happens.どうか私たちが感謝を持って神様に喜びを持って仕えていくことができますように。Let's continue to joyfully thank God for all that He has done for us. どうかイエス様があなたの心の中にもお祝いのもととなりますように。May Christ fill your heart with celebration. ハレルヤ、お祈りします。Father God, thank you so much because you are in our presence. Lord, not just when we come here to worship you and think about you, but Lord, you are present in all situations. Lord, you are present even when we aren't able to feel you or see you. Lord, you are present when we are in the midst of suffering. Lord, when people are being tormented,by natural disasters. You are present. Lord, when their homes are being washed away and their possessions are being lost, Lord, you are in their presence. And we thank you for that. Oh, Lord, we thank you because even though we can't understand the reason for all the hardship and the suffering, we know that you give us the strength to endure. Lord, we know that you give those who are at the lowest point the ability to endure. And Lord, we desire that you fill their hearts and our hearts with joy. Lord, that you give us reason once again to celebrate. Let us never forget what Jesus Christ has done for us. Lord, let us never forget all that you have done through Jesus Christ for us. And that is the reason that we continue to celebrate. 主よ、私たちの心を喜びと感謝で満たしてください。I pray this in the name of Jesus Christ, our Savior and Lord. Amen.